今回の動画では超噛みつき変形デラックスギガントブラギ王の充電流ブラギガスへの変形とブラギガス単体で遊べるギミックをご紹介したいと思います。まず箱から取り出すとこんなにたくさんのパーツが出てきます。でこれを組み立てて充電流ブラギガスにするんですけど、ブラギガスにするためにこんなにでっかい説明書を見る必要があるんですね。ではサクサクと組んでいきたいと思います。まずは前足のこの2箇所を開きます。こっちも一緒、後ろ足は1クリック後ろにカチッとこのパーツを開きます。こっちも一緒、後ろ足には2つのアーマーがくっつきます。左右で形は違います。ジョイントとジョイントの間にある丸いマークを合わせます。こっちは四角のマーク、ギガント恐竜人の頭部からこの赤いマスクを取り外します。そして取り外した赤いマスクをこの尻尾に取り付けます。ブラギガスの胴体のここにギガント恐竜人の頭のパーツを取り付けます。そしてその上にこの黄色い充電流たちがいっぱい書いてある胸アーマーをかぶせます。胴体はこういう向きになります。充電時の装填する穴が上向きになりますね。胴体パーツに前足をくっつけます。こっちもこれだとこういうふうに稼働しちゃうんですけど、ここにジョイントがあるんでガチッとこれで足パーツが固定されます。後ろ足も取り付けます。ブラギガスの尻尾を取り付けます。さっきつけた赤いマスクが上向きになるように胴体に取り付けます。最後にブラギガスの頭を取り付けます。充電流ブラギガスの完成です。でかい、そして長い、そして重い。やはり最終ロボはめちゃめちゃでかかったですね。充電流ブラギガスの特徴としてはガーディアンズの全充電池を装填するこの穴ですね。そしてブラギガスにはこんな感じで至るところにガーディアンズの充電流の顔がボディにくっついてるんです。充電流ブラギガスの稼働は、まあ、一通りこんな感じで、足を動かすことはできます。ただ前足は動かすことはできませんね。完全に固定です。このジョイントを外しても頭のパーツが干渉しちゃうんで、ちょっとも動かすこと全然動かすことはできないですね。ブラギガスのサイズは、一番長い頭の上までで33センチ、長さは尻尾までで53センチぐらいですかね。これは長い。プレズオも相当大きかったんですけど、長さではブラギガスの方が全然勝ってますね。パーツ数が多い割にはそんなにポロ今のところポロリの心配はあんまりないですね。でこのブラギガス、お尻の部分に赤いボタンがあります。このボタンを押すとブラギガスの方向音が鳴るそうなんで押してみたいと思います。赤いボタンを長く押すと必殺技のサウンドが流れます。最後に聞いた長押しの音はかなり大きくて部屋中鳴り響く感じですね。なんか耳がポワーンってなります。キーンってなりますね。はい、ということでこれまでの充電流をすべてテーブルの上に並べてみました。こんなにいっぱい出たんですね。そしてこのブラギガス並べてみるとめちゃめちゃでかいのがよくわかりますね。では次回の動画ではこちらの充電流ブラギガスの充電池の装填遊びをご紹介したいと思います。